さて、えっ、ー、とねなんかあの今週1週間気になったことを話してみようって言うんですけどあれ見ました皆さんあの5月27日にネットに載ってたニュースでねあのー「へえそうだったんだ」って思ったんですけど人間がねなんで日本足で歩いたかっていう話ですよ。なんか、あのー 樹上生活をしていたところ木が少なくなってきたのでしょうがなく木から降りて歩き始めたみたいな話がありましたよね昔ね。であのー、骨を食べてた説ってのも聞いたんですよ私。こう落っこってる骨の髄を食べるしかないと。もう裸のねその、まあ、お猿さんのような人間さんのような感じだったその大昔の人類はですね こう落ちてる骨を割ってその髄食べるぐらいしかもうなかったからそんでその骨を割るためになんかこう手が発達したとかねあの骨持って骨抱えて帰らなきゃいけないなって思ってるうちに二足歩行になったとかなんかいろんな説とか聞いたことがあったんですけど今回のはなんかねうんとえっとイギリスの考古学の専門誌「アンティクイティ」に発表されたイギリスの学者さんのね研究者たちの 発表なんですけど、あのー、森を離れた、まあ、いつ頃かっていうとです、ね、600万年から200万年の前の間、まあ、アフリカにのみ住んでいた人類の祖先がです、ね、あの気候変動によってちょっとあの森からあの森の外へと出ていったわけですけどその時に地殻変動活動っていうのがそのねアフリカの東部と南部に集中していたのでこの研究チームはですねあれ この木から降りた初期人類は平原じゃなくてこの地殻変動でできたあのガタガタした岩場とかあの峡谷に行ったんじゃないかって考えたんだって。で岩場を登るためにこう 手で岩を掴んでこう二足歩行しながら手で岩を掴んでとかってね手が発達してそのうち道具作り始めたとかねあとその平原に行くとガオってなんかいろんな襲われるじゃないこうあの丸裸で歩いてるわけですからいろんな動物に食べられてしまうがしかしあの崖地は動物が襲ってきにくいとか言ってその崖地に自分たちの居場所をこうあの決めたと。 いうことによって二足歩行とかその手先が器用になったりとかあとその変化に富んだ地形でさっきまで見えた仲間が見えなくなったと思ったらいらの岩の裏側にいたみたいなことを繰り返すうちにうコミュニケーション能力とかあのいろんなね認識力が高まっていったんじゃないかみたいな説をね唱えたんだそうです、ね、面白いなと思ってそうなんだちょうどこの間グレートジャーニー展見てきたんでねあの あの古い人類の,あの親子連れがニチャニチャしたところを歩いたら足跡が残っちゃったよっていうね3百何十万年前の。 アウストラロピテクス・アファレンシスかな <laughs> の,その親子の足跡っていうのがいろいろ検証してみた結果お父さんと一歩遅れて歩いてる、まあ、手をつないでる子供それからそのお父さんの足跡の上を歩いてるあの妊娠したメスだったんじゃないか説みたいな、ね、あの日本の研究者の皆さんがね仮説を立ててあのその模型を作ってたりしたの見るとねなんかああ こういうところから今私たちにつながってるのかなんてね考えるのは楽しかったです。